のパフォーマンスさーナーそのスケッテッ早い出るのがめちゃめちゃ早いありがとうございます !JO1 さん !I see them, I see y o ダンスプラクティス出ました、はい、昨日、イッチーさんたまたま見ましたねはいまあ、それは関係ないですけども見ていきましょうかこれは楽しみですね仕事が早いですもうこう,いうのすごく大事だと思います本当に あの事務所さんなのかパンさんの力なのかジャムさんの力なのかわからないですがやっぱこのスピード感ねパン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 というこのスピード感があるから僕らも名前を覚えるこの今 IC ダンスプラクティス出てますけどタンクトップがいますこの真っ白の薄い中一番左タンクトップが佐藤君でしょうかこのこのねあのこのスキニーなこのストラ,ストラ,ストラ,ストラップ これは佐藤君の気がします。当たってるでしょうか見ていきましょう。ほら、<laughs> これ韓国で撮影してるね。ん、多分。あれこれ前回と一緒やねそっか。アルバムの,のか。何でしたっけ ?Where do we go か。はい いきましょう。はい、僕のこれでね、木俣くん大好きファッション、これはすごくいいファッション。もうさ、もう、あの、かくれんじゃー、もうこの佐藤くんのこのか,かくれんじゃーってあるじゃないですか、忍者戦隊かくれんじゃーあの、ケイン小杉さんなんかこう、なんだろう、こう、日本に来たぜって、その時のなんかもう、フォルムだね。<laughs> そういう役ありだよね、戦隊もんのね。 戦隊もいいっすよね最近戦隊も出てくる子たち細いからねもう今変わってるかもしれないですけどね絶対いいと思う佐藤君ヒーロー変身ポーズ似合いそうだよねなんかうん行きましょうあれちょっと待ってちょっと、ね、音がうぅ あーおおでもさちょっとこの愛されレかなうんううこうすごいレン君の見てくださいこのヘビみたいなやっぱさうんこの質感がねどうしてもこの大胸筋三角筋発達しちゃうとねちょっと 厚みがここの厚い肩のいそれのね特にその後方のこの回旋運動がねやっぱりね上方に上がるんですよこうやって僧帽筋に入ってきちゃってうんこれがやっぱちょっと筋肉つけるともったいない部分ですねうんやっぱこう木俣君のこう綺麗なその円,円っていうかスパイラルな感じが ここの部分、いわゆる肩のこの部分でなかなかこう寝、ね、ちっこさというか寝、ね、ちっこさというか何てうんですかねスムーズな感じがやっぱ出てこなくて情報に上がるとウェーブって分かりますちょっと肩こりじゃないけどこう張ってる系なちょっとアイソレーションに見えてしまうんですよね。うんちょっともったいない気がするかな。 うーんそうだね、やっぱり、厚みがあると、やっぱウェーブのこの入り方が、見え方がどうしてもね、そうそうそう、猪城君は前も言ったように、肩がすごく落ちてるタイプだから、佐藤君に関しては、少しこうやって立ってる時もそうなんですけど、わかりますよね、こう空間がこう生まれますよね、ここにね、ここ。うん うんね、ちょっと手がこうやって開いてる感じがね少しあのもったいないかなっていう感じまあこういうのは衣装でねあれしますけどやっぱタンクトップ着ると明確にわかりますね、うん、うーしびれいいっすねううやっぱこういう感じの振動系レン君素晴らしいっすねウェイあと足足のこの 使い方よ。この先端部まで。うー。うーこれさ、バミリを中心に取ってる状態で、スパッとこうやってこういう風なね足のスターるのもやっぱさすがっすよ、ね。うぃ。シルエットの決め方が本当綺麗ですね、レンク。スパン、スパン。うぃー。こういうの。へい。うぃー、このストッピングいいですね。キモダ君もいい。パチンと。 うー,んうーふうふう。タンクトップやっぱか、目立つね。やっぱり。すごい。なんでこのパンプアップわざとしたのかもね。慶イくんだっけ佐藤くん。ちょっと僕、名前下の名前ちょっと、あの、はっきり覚えてないですけど。もしかしたらちょっとパンプアップしてあったのかね。ダンプラー、とるから、つって。 やっぱこういったね脱力の質感するときはもうこうやってわかりますね ?J1 さん見てあの川尻蓮君みたいにこういうふうに脊柱の真ん中からこう割れて肩が抜けるこれ割れるとかって言ってるんですけど胸骨がそうそういうシルエットになってくるとこう細く綺麗な丸みで手の長さと脱力感が出てくるんですけどねうん 前から言うようにその三角筋、広背筋、僧帽筋の発達があると背中が平らに見えるよね。うん、そうするとこの深みがあのダンサーさん特有のそうこの深みが出てこないですよね。ぐんってそれが僕は見たい方だからね。まあ、マッチョ好きで、まあ、いろんなテイストがあっていいと思うんですけどね。うん えーい豆ちゃん、いいっすねえ。えいたくみくんもやっぱ体強いっすねシャツがデポえい、ー、ここ踏ん張ってますね。ぐんぐん入れてますねああいいねうい ふぅ、やっぱダンスプラクティスめっちゃいいうえぅふぅたくみく足の使い方最高っす立つかトクトク足先ねここの足先、めっちゃ先端部で撮るでしょこれどけるめちゃくちゃいいっすね佐藤君もさすがもう自分で発言した後でもケイン小杉さんにしか見えなくなってきてうえぅ うわあ、これやっぱ力強いですね。やっぱ、たくみくん、こういう、これ見てください、皆さん。この足のちゃんとこの安定感ね。まあ、皆さんっていうか、普通のダンサーさんたちは何も思わないかもしれないですけど、僕らってこのね、運動指導じゃないですけど、運動じゃないですよね。一つ一つの行動の指導ではあるので、運動連鎖の。やっぱ、こういう風なきれいな線、こうやって、蛍骨が起立した、 状態で動けるっていうのはね、やっぱ見てて気持ちがいいですね。僕らこういうのを修正する、もう昨日の夜もそうですけど、この練習したんですよ。蛍骨を立てたまま股関節動かすっていうね、グループレッスンでね、20人ぐらいいたのかな。うん。えい。きですね。だらここら辺 j ワ1さん、やっぱさすがっすよね。このラインのキープ。 ウェイいいね。見たかったやつ。豆ちゃんの。ウェイうん。どうしてもこれ気になっちゃうね。筋肉。筋肉。全然あの衣装着てたときは何も気にならないですけど。うん。うん、腕がね、こうね。太くこうボタボタッと重いですよね。そう。抜けてる方がいい。 来ましたなんか僕のイメージでこのるきくんとお大平くんはなんとなくこう落ち着いてる感があるんだけどまた元気なのかなか河野君がすごい陽キャっていうのはなんか一回なんか YouTube の番組見て思ったけど高校生の頃からすごい陽キャっていうのを聞いてたねうー綺麗ですねヨシもねうー手やっぱ長いねーうんーうーうーんちょっと業種が違う方2人いらっしゃる 大丈夫うええ。ああ、ダンプラーはやっぱりいイすね。うええ。うええ。さすがだね。この太さ持ってるけども、アームスの流し方とかスムーズだね。えい。なんか今のさ、ここ。ここのところのこのイラストのこの手ね。 左でのこうオープンしてるなんかこういった感じのテイスト入ってきてる感がなんかまたいいっすねえまた顔が多分ほんとちっちゃいんだよね横向きですっごい分かりますよねこの顔の小ささ大丈夫これ逆にさ女性の方がこの男性アーティストに会う時の方がな緊張するような気がするんだよな エ、うん、え、ナイスウェーブ。おお、やっぱいいっすね。かかか、いいっすね、流し。うい。おーすごい揃ってる。おお。この切りとさ、ジャンプのこういうなんかメリハリ感、またいいっすよね。その、なんていうのかな、人間のそのアウトプットのウェーブ流すみたいな、切る、で、ホップするみたいな。 うん、うわいいっすね、たくみくんのこの引っ張り。もうろっこつくいそれバックオン出してくるこれ引きの長い証拠ですね。これ止めたときにまだ肋骨つ引っ張ってる感じ。ええー。しかもさ、このブーンウェブとした時のここの屈曲、これですね。こういうのまたさすがっすよね。そう、ここで深みとるんですよね。うん。これが僕は大事だと思うね。うん。 うん、体鍛えすぎてしまうとどうしてもここの通りが手の流しだけになっちゃうね。ウェーブう、えー。うん。とここの深みもね、ここ手切るだけじゃなくて、あー、くこ,この深み、肘の入る。うん。これも入っててほしいですね。グイーンって。う、えー。 ウェイタクミ君すっげえな振動出るねウェイダララッこのアウスの手の流し方綺麗でっすねやっぱアライメントがほんとバランスいいコロクも綺麗でっすええ、ここグ,グってみなんか右足なんかアクセント入れてんだねええ、これですよやっぱちょっとレン君この 蓮ン君と拓海くんかこのアームスのこの最後まで抜かないこういうこういったところがほんと細かいディテールなんでしょうねでもダンスといえばジェワン・レンっていうこういったところだと思うんですよ本当とにおなんか音のそういった曲調の雰囲気をすっきりリまで撮る感じねずっとフローで切らないって感じがありますよねなんかね うーこれ好き。うふふふ。うーん、やっぱ、たくみくんはやっぱバランスいいっすね。ああ、骨盤まっすぐ下ろしますね。ニュートラルで。うい。ういやたくみくんやっぱいいね。忍者だね。おい、見てください。今の減速感、さっと入り方。一切ぶれない。ああ。 シュッ。うわ、いいっすね。全く完成力でない。完成力切っちゃってるっていう。ちょっと異次元の動きだな、今のは。ここのシルエットキープすっごく綺麗です。本当に。かなり綺麗本当に。すごく関節の本当スペックのバランスがめちゃくちゃいいです。たくみくんは本当にね。 スポーツパフォーマンスもやっぱすっごく高いと思う。アスレシズムって言いますけど、競技的能力もすごく高いと思う。うん。一番バランスいいっすね。ちょっといいっすね。ポジションの入り方のこのさ、雑のなさ、動きが加速してんだけど、ファッと消えるっていう。 ジェオワンさんポイントね、なんかこういうの。こういう感じね。うぅ、ほのくんも素晴らしい。うん。ここら辺はレンくんみたいね。ああ、やっぱレンくんはやっぱ上部脊中上部のこの動きの目立ち感がすっごい出せるからね。ほんとになかなか見ないっすよね。ラウールくんとかも出ますけどね。ブー。 本当に力みがない。ウェイ。ウー。まあ、こういう割れ足のスタンス大好きね。さっと入り方あ。ここの揃いスパムすはっちゃ大事ですよね。もう,もうちょっと下でした。えあここ覚えてるわ。マメちゃんかっけえな、なんか。ええ、うー おい、いいね、ここ。佐藤君、手が長いっすね、ほんとね。ええい。うわ、これみんな見るの大変。速い動きが。曲がフローに見えても速い。うわ、豆ちゃん、さすが。リズムの取り方。ええい。うん。ええい。 サトくんも独特な骨格してんな本当に本当にもうなんていうのだ初めて見るわこの体こういうもうなんていう,んだもうこれこうやってパッと見るとすごいムクムクしてるじゃないですか色が細いから色が白いからね色白いからちょっとムクムクしてんだけどしてるように見えるのしかも周り白いし うん、飛ぶんですよそうだからみんな日焼けさせてストレーション出すんですけどそう日焼けするわけにもいかないしあの多分佐藤君日焼け大嫌いだろうからねスキンケアもうマニアだからそうだから肌は絶対に多分まあ焼こうと思うか分かんないですけど、うん、白飛びするからだから余計にね余計にこうムクムクして見えるんだよね白いからで、ね、まあそれはもうしょうがないですよねうん。 でさ、で、こんだけアームス長くて、こんだけ自由に体を動かせるっていう体を初めて見るからね。で、僕、見てるのは黒いから、<laughs> 大体の人。大体の人、大体黒いからさ、うん。で、ストレーションバジバジ見えた状態で動く人はよく見るけど、ねえ、白くて、で、髪型もね、また独これ独特だからね。面白いですよね。見てて。<laughs> ここのところ、もうアップアップよもう、こう、ね。 ムクムク感があるね。ムクムクにムクムクじゃないんだけどね。白飛びしてムクムクに見えちゃうんだよね。うん。ええー。まあでもここらへんもっとグーンとアイスラ入ってくるとかっこかだね。うん。おいらくんもちょっと。うん。おい。あーまあでもここは早すぎるんか。ええー。ああ、木村くんさすが。 僕らこれ軸のシフトをつつんですけど軸でシフトするっていう、うん、なんかいろんなシフトの仕方って肩からこうやって内にリードするのもあるだろうし逆に言うとこう返して軸リードさせるっていうのもあるだろうし逆に股関節から移動するいろんな扱い方あると思うんですけどやっぱこの背骨からこうブンブンっていくのもまたかっこいい設定ねテイスト的にねまあどれが正解か分かんないけど。 うんいいっすね、ここチェスト、チェストって入っていく感じもいいっすね。うーふ皆さんこれたまんないでしょこここ、ここの、ここの脇の部分から出てくる、な,なんだろう、ああ、ここね、皆さん見える見えるというか見せてるこのね、この後背筋、いいですよね。 さらにセクシーポイントがね、こうにあられ、全虚筋っていうのがロロロっと見られるとまたかっけんすよね。えい<イ>。ヒジョがもうからサッカー少年や。えい<イ>。うー。ほんと独特だ。ほんとに独特だ。えい。 もうね、あの色色味そしてえっと僕もデッ,デッドプール大好きでそして明彩大好きなんですよもうあのこのコーディネーション、うん、完璧完璧匠君もう大好きですこのコーディネートコーディネート、うん、これでこんだけ動けっから最高だよね で毎回、この前も、もう、気違えのように言ったけども、コーディネート、真似したいのは木たくん個人的に、メちゃんの服装、かっこいい。うん、えー、ここのアイソレーションはやっぱ、うさすがですよね。この股関節のぐーんっていう、こう、進展がこうね、見えこれやっぱね、へその部分、ちょっとこっち側向いてる方が、かっこよく見えますよね。 そうおう、さすがこのね J1 のレン君の僕はもういつも言ってるけどアームスっていうかこのローテーターカーフの柔らかさっていうかこの抜け感なんですよねシャープなの僕ここまでしか、ね、窮屈なんですよもう僕の肩ぶっ壊れてるからそれがねナイスグーンってこう,もう抜けたようにこう入ってくるからそうするとこの手先がさまっすぐ下に降りるから綺麗に見えるんですよな、ね、んかこうね手先が抜けるから うん、こう肩つるとね絶対手首,手首反応出るんですよこうやって手首が固まっちゃうんですよ肩関節可動域があると、うん、そうこの状態でよこの状態でチェストのウェーブ入るんでここが開かずチェストのウェーブ入れるんですよそこがやっぱり体のスペックというか持つ柔らかさすごく重要で ここでスコーンって手抜けてるって手が割れずにここでアイソレーションがここの上部の胸椎からこう入るっていうのはやっぱさすがうん綺麗ですよね足まで取るんでここすごいよねなんかねズーンってこの取り方ああもうこれ完璧ですはいこれです私言ってるのこれですもうここですここわかります 左これすごいこれこれ左軸になってこれこれ今左点取ってくるこ,これ左の股関節バコーンって開きながらその開いた外線の力とその右の股関節の進展の角度と綺麗な45度がパチンにはまるんでそれがすごい綺麗これこれ,はこれはなかなかいないですここ一発で取ってくるのはああこれです これこの走り方最高。ボーンでこれ。あれですよ。はい。で、からのこのね、股関節のメリハリじゃないけど、このこう寄せ方。これもね、ポイントがあって、ドラッグしたときに、ドラッグしたときに、これ、まとめ切るっていう我々からしたら、 これが JO1 のレン君ですかもしれないですけどそこには JO1 レン君っていうパフォーマンスにはキリキリの爪爪までこう滑らかにスワってこう入ってくるんでそうだからねそういうブランドじゃないけどそういうテイストになってくるもう彼しかないものが出来上がるんですよね。そのの柔らかさの中に対しての ウェーブの通し方の丁寧さから線の作りと開きの速さと重心の低さからこう寄ってくる感じ。<laughs> 分かってください。えー、でこういうさツッツッツッツて、まあ、ティックとはまた違うんですけどね。こういうテイスト出すのもまた難しいですよね本当ね。まあ、僕ができないだけなんですけど。 もうさ、腕2倍あるやん喧嘩するええ。ううえ。あもうこのパートナー大好きですよなれんうおおほ。<laughs> <laughs> <ウー> <laughs> いいっすね 足のっかるここさ見てください、この滑らかな動きこのこのこのスパイラル崩さないこの動き右手中にこう肩が入ってる右手じゃ肩通ってこう本当このスパイラルな連動がねこう切らないで作さないこれスーツーッスーって分かりますかね ?Oh my god すごくいい振り付けですねうーん、うんいいっすね このスパイラル切らない感じいいっすね急振動作がうぅそっから逆逆っすからねすごい振り付けしかもいいっすねこの,この急振的な伸びからまたこっちか左右が右に回るっていう口がいいっすねこれいい振り付けここのクロスでリーチするのすごくいいっすね で左か左流しか右右回りから右リーチして左かああ左かああで,で左足スピンからの戻しこれわかりますスーッと走れるでしょうこっからこのわかりましたこのウェーブの通しここなんですよ、ここ股関節、左股関節見て、でこっから引くからぐむんとわかりますこういう均一的な体の使い方ねそう。 かがむだけじゃないですよ股関節から引いたでしょ股関節からだからまとまりがすっごく密着してるでしょこの腹と内ももがなかなかいないんですよこの,この滑らかさ左足引いて天才だよねこれ左足の置き方ここに引き込んできてここを置くでしょベタで引くでしょそしたら左肩骨 ぐーっと引いてきたら股関節引いてこれ分かります振動アングルまっすぐな足,足を置いた場所に蛍骨が走ってるってで、このち、このなんていうのかなまとまり感っていうのかなもたつきがないでしょキューって閉まってるじゃないですか,なんか閉まってるっていうかまとまりがすっごく綺麗でしょだから立ち上がりとかもめちゃくちゃ綺麗なんで,すで初動が明確でダイナミックに出れるとうえこういうことですよ 出た時もこ,こ,のこ,のこのこれがパフォーマンスです。これが本当のパフォーマンス。脊柱のアングルキープした状態で股関節、股関節のこの動き、可動性をうまく使い、こんだけきれいに低さキープしたまま動けると。これです。 すすごいですねもうあのスパイラルからもう JO1 レン君の凄さがもう凄さっていうのは僕ダンスの上手い下手とかじゃなくてやっぱその一つ一つの動作のまとまり方とか完璧な僕らが言うポジションを本当にスムーズにスーッと入ってくるんですよ何ていうのかな無理やりとかじゃなくてほ スムーズにずっとそれが連動してるんですよ真っ当な線じゃなくて柔らかい線がずっと綺麗な次元で動き続けるし深いよね本当に寄り方鏡方から手のリーチの仕方からこう引き込み方からが全部深いし <laughs> やっぱこういう動きを見るとすごく興奮する。 仕事したくなくなるっていうね。もうずっとこういう動きを見ていた。ここね。おぉルキいいね。えいえい。うさすが。こういったとこいいよね。ここの、ここのさ、揃い感。J1。えもうきれいっすね。えい。 う,うすごい。これ低さのまとまり方すごいね。すごいね。えい、ー、さすが引っ張るね。たくみくんは分かってんな。い <laughs> い引っ張り方素晴らしい。あとこの肘の置き方いいですよね。これ肘の抜け感いいですよね。 これはすっごく柔らかい証拠やね。えー、い。えー、い。この緩急のつけ方、匠くんかっこいいね。かっこいいです。素晴らしいね。ここ結構さ、うーって入りながらこう流し、で流しからすっと抜く感じ。こういう、なんだろう。エネルギーのコントロール、すごく、なんだろうね。表現の仕方 もう想像にな僕の中ではないことだから見てください来ました見てくださいこの腹筋を腹 <laughs> 素晴らしいねえい いやーいいダンスプラクティブ。最近これ出てくるの早いっすよね。もうちょっとさ、他のグループみたいに、はい、オ、OK、ッわー倒れるシーンとかね、ああいうの欲しいっすよね。うん。いや、もうね、あのパフォーマンスビデオであのギャーギャー騒いだんでね、もういいと思います。って言いながら30分しゃ。